初回に相手のバッテリーエラーで1点を先制した都立商用は2回裏、この回先頭の8番安達、右への当たりがライト線に落ちた。打球の処理をもたつく間に安達は三塁へ。ワンアウトとなって1番1年生の土屋、詰まりながらもセンター前に運んだ。商用に欲しかった追加点が入ります。さらに3番駒子の右中間へのタイムリースリーベースで商用のリードは3点に。なんとか反撃したい都立東村山は4回表、デッドボールと相手の守備の乱れでノーアウト満塁のビッグチャンス。しかし後続が打ち取られ2アウト、なおも満塁で打席には1番杉本。その初球バッテリーエラー、思わぬ形で東村山が1点を返します。これで勢いづいた東村山は6回にも1点を返すと、迎えた7回表、ヒットと盗塁などでノーアウトランナー1塁3塁。この同点のチャンスに4番福岡、レフト前に打球が抜けていく。東村山がついに同点に追いつきます。これで試合の流れが東村山に。迎えた8回表、ツーアウトから1番杉本がフォアボールで出塁すると、2番近藤、打球はセンターへ。杉本が一塁から一気にホームに帰ってきた。東村山がついに試合をひっくり返します。続く3番鈴木が右中間へタイムリー、リードを2点に広げ勝利を大きく引き寄せます。2年ぶりの単独チーム、今大会9人で挑む都立東村山がこのまま逃げ切り、9年ぶりの初戦突破です。